そして僕がちょっと言いたいこと、言いたい選手が2人います。決勝戦をやった松平健太選手と戸上俊介選手です。まあ、松平健太選手っていうのはあれなんですけど、まあ、弟なんですけど、健太は本当に正直僕は決勝まで行くと思ってなかったです。でもプレーを見ると本当になんか充実してるというか、余裕があるというか、らしさ全開だなっていうのが今大会の戦いぶりを見てて感じました。と同時にみんなにチャンスをくれる成績結果だったんじゃないかなと思います。正直僕もめちゃめちゃ勇気もらいました。あ、まだ健太でも全日本決勝いけるんだって思いました。正直もちろんあのプレーはほとんどの人真似できないと思います。でもそこじゃなくて気持ちの面とかでは全然まだ上目指せるんだなって思わせてくれる試合内容でしたね。やっぱり今どうしても卓球の若手化みたいなの進んでますけど、でも若い選手だけじゃないんですよね。やっぱり、僕とかもそうですし、健太とかももうベテランの域に入ってきてはいるんですけれども、そういう選手たちも本当に上位進出した今年の全日本だったと思うので、まだまだこういうベテラン勢が頑張って卓球界を盛り上げるのも大事なんじゃないかなって思わせてくれる、いい素晴らしい成績だったと思います。おめでとうございます。はい、そして優勝した戸上選手です。まずおめでとうございます。いや、なんで戸上選手のことを語りたいかっていうと、実は今年の1月に戸上選手、今日秋に練習に来てくれたんですよ。その時に、なんか久しぶりに、こういう姿勢でやるんだ、この選手は。っていう選手と出会いました、正直。僕やっぱり結構いろんな選手の、行動だったり、姿勢だったり、発言だったりっていうのを勝手に観察しちゃうんですよね。で、それで自分の中でこう、なんか分析していくんですけど、あ、やっぱりなって思いました、正直。もうその3日間で戸上選手の意欲的な感じとか、練習に向かう姿勢とか、練習内容とか、そのここ最近だと、あ、こういう選手に出会ってないなって思いました。でも別に戸上選手そんなピリピリしなかったんですよね。でもなんか内側めちゃくちゃ燃えてるような感じが、やっぱり練習しててすごい伝わってきて、で、僕はそういう選手とやりたいと思って、戸上選手に試合を申し込んで1回目で、飛ばされたんですよ。1-3かな、1-3で飛ばされて、そんなに打ったこともなかったので、まず練習させてもらった時の練習の、もちろんボールの威力はあるんですけど、それ以外にもやっぱ練習メニューですよね。すごいしっかり想定して練習してたというか、そう、試合をやらせてもらって2回やらせてもらったんですよ。で、2回目も申し込んで7ゲームマッチやらせてもらって、要所要所は競ることできたんですけど、結局1対4で敗れまして、やっぱり最後点数自分が欲しい時にあっちのプレッシャーがえぐいんですよね。そのバックハンドのプレッシャーだったり、レシーブのプレッシャーだったりで、戸上選手も打たすことできるんですよね。あのバックハンドに威力ありながら、ブロックとつっつきがうまいです。めちゃくちゃつっついてからカウンターだったり、つっついてからブロックっていう打たせることができるので、それがやっぱりあの安定感につながってるんじゃないかなって僕は思うんですよね。なので、その自分が点数欲しい終盤の競った場面の時に、戸上選手の方がやっぱ引き出し多くなるんですよね。僕の方がやっぱやること限られてて、いや、なんかやらされてる感じも出ちゃうんですよね。あ、この雰囲気出せるのってやっぱ強いなって思いながら試合してて、で、正直僕が丹羽選手に負けた段階で、これたらればというか、お前後付けだろって言われるかもしれないんですけど、僕が周りの人に言ってたのは、優勝するのは戸上が優勝するよって言ってたんですよ。これ本当に聞いてください。僕の周りに誰か確認してほしい。
僕はずっと戸上が多分ほぼ圧勝で優勝するよって僕は周りの人には伝えてました。これはガチです。後付けじゃないです。だから決勝戦で健太があそこまで競ったのは僕は正直驚いてます。だからそれも健太のすごいとこだし、なんかまあ決勝戦見てて思ったのは戸上選手がやっぱりちょっと緊張してるなっていうか、調子も良かったですしなおさら緊張してるなってとは感じました。ただあの2ゲーム目あの取られ方しても勝てるっていうのはやっぱりよほどメンタルと勢いと技術力、心技体知が全部揃ってたんじゃないかなと、充実してたんじゃないかなと思います。いや本当に久々にあの侍っぽい選手と会えて僕はめちゃくちゃ嬉しかったです。だから僕はまたね、ああいう刺激を常にもらいながら僕もまた上目指したいなって思わせてくれる選手でした。本当におめでとうございます。